毎週水曜のこの時間は、ショーンテイ・ショーノさんによります、TJS 朝一番風水寄せのお時間でございます。今日もどんなお話が聞けるんでしょうかお楽しみに。おはようございます。風水師のショーンテイ・ショーノでございます。私、丸海本店横並び、合点寿司と同じモール内でドラゴンゴッドという開運屋を糸なんでおるんですが、皆さん、 今年はとても素晴らしい年なのをご存知でしょうか実は夏の土曜が2回もあるんです。1の牛が7月の22日、2の牛が8月3日ということで、そうです。今年はうなぎが2回も食べられるんです。そもそもこの夏の土曜にうなぎを食べる習慣は江戸時代に始まったそうで、 なんでも商売の悪いうなぎ屋さんがあの有名な平賀源内にに相談に行っったたところからら話が始まったらしいんですね内さんが「今日は土用の牛の日うなぎ飯ませって看板に書いたところその日からうなぎは馬売れ本当は味が落ちると言われている夏のうなぎが全国で売れるようになったんですって源内さんは素晴らしいキャッチコピー広告で。 まあ今で言う電通さん、博報堂さんでもあったわけですね。これ風水でも牛の日のうなぎを研究してみます。風水で牛の日は土の五行、夏の暑さは火の五行です。火は土を生み出す関係なので、牛の日には夏の暑さは生みの苦しみで勢いが落ちます。要は、源内さんの牛の日に夏バテ防止策を行うというアイデアは風水的にも理にかなってます。さらに、 火の五行であるうなぎやご飯を食べて、火の五行である夏の暑さに対抗していくということです。しかし、一食のうな丼は食べた時だけ。そこで私は風水上のサプリメントをお勧めいたします。一食のうな丼よりもっと強い火のパワー。いつも傍らに携帯できる火のパワー。特に力が出ない方。天然の赤い目のや赤い風水の魔法人。 ラバンを持って、ぜひ、この夏を乗り切ってください。最後に、うなぎの小晴らし。土曜の牛の日、うなぎ屋が忙しく、うなぎを焼いています。そこへ外国の人が来て、そのうなぎのかば焼きは西洋料理ですか日本料理ですかうなぎ屋は、えーっと、洋食です。皆さん、天然の赤目の親、赤いラバンのお問い合わせは、アーテージアスクエアのドラゴンゴッドまで。 電話番号三一ゼロ七八七一八九一、イーメールはドラゴンゴッドフォワード g メールドットコム、会社のメールに g メール使ってんじゃねえまでご連絡ください。ドラゴンゴッドのパワーストーンは養殖じゃなくてすべて天然でーす。ションテショノさんでした。ドラゴンゴッドお問い合わせは三一零七八七一八九一まで。